愛文庫朗読ボット、いよいよ押し詰まってまいりましたが、基礎コースで、もうすでに終わっておりますが、最終回より1回前の回で伝統的表現とコンテンポラリー表現ということについて、私が解説をした部分があります。その部分を抜粋してお送りしたいと思います。ちょっと長めなので今日と明日の2回にわたってお送りします。今日は一応テーマが伝達と表現、伝統的表現とコンテンポラリー表現ということになっています。伝達と表現についてはもう皆さんよく知ってるよね。私は口うるさく言ってるからね。伝達をする、要するに本の内容を伝えるということに重きを置くというのが伝達。伝達、それから表現というのは本の中身を伝わるけど、自分自身が人に伝わる。これはね、こっちに重きを置く、自分自身を伝えること、自分自身の今の状態を伝えることに重きを置くのが表現と言います。でこの伝達と表現をごっちゃにしちゃうのね。どうしても朗読という行為においてはね、まあどの作品、芸術でもそうなんだけど、伝達と表現がやっぱり混じり合って濁っちゃっている人がいます。でそれ混じり合うとね、ちょっとやっぱりすっきりしないのよ。音楽なんかでもね、曲を伝えようとする人と、この曲を私はこういうふうに演奏するんですよっていうことを考えてやるのとでは全く違ったものになってきます。で朗読でも両方あっていいんだけど、でも今自分はどういうスタンスで今やってるのかっていうことはやっぱはっきりしておきたいんですよね。その曖昧というか濁った感じ、両方が混じってる感じ、それをなるべく排していきたいなっていう感じはあります。で現代朗読ではもうはっきりと伝達ではなく表現という方法を取ります。伝達でもやればいいのよ。伝達やりたいときは伝達やってもらっていいです。今は伝達的、読み方するんですよって自分で自覚してればいいよ。もう一つ、その伝統的表現とコンテンポラリー表現というのがあってね、伝統的表現というのは伝統に基づいた表現です。伝統的な例えば歌舞伎とかね、能とかあるでしょ。ああいうのどうやって伝えていくと思う？口伝とかね、それからそういう秘伝の書とかあってですね、つまり型を伝えていくわけですよ。こういうふうにやりますよ、能だったらこういうふうに動いていきますよ、発声法はこういきますよ、それをこう繰り返し繰り返し師匠から弟子に伝えていくわけです。これ伝統的表現って言うんだけど、大体でもね、その誰かから誰かに伝えるっていうと、これ伝統的表現のすごいところだけど、普通はですね、誰かが誰かに伝えるとコピー劣化っていうのが起きます。コピーをすると少し劣化するのよ、元より。師匠より上になることはない、できないでしょ普通はね、コピーだったら。でも見れば分かるけど、伝統的表現の世界って歌舞伎もね、文楽もいろいろあるけど、落語もそれから能狂言もそうだけど、劣化してないです。それはなぜか、死ぬほど苦労をして身につけるから。まあそれもあるけどね、それ死ぬほど苦労するのは確かだよ。それはでも死ぬほど苦労して身につけるものは何かってことです。コンテンポラリー表現、例えばね、能だったらこの動きをコピーしてるわけじゃないわけよね、発声法をコピーしてるわけじゃないわけ、師匠の何をコピーしてるわけ、何を見てる？精神、精神って言ってもいいわな。精神、まあ別に精神分言うわけじゃないけど、師匠のこの型がありますね。でこれコピーする、この型をコピーするとこれ劣化コピーします、劣化します。これはね、これこの型、やり方をコピーするだけだったら。でもこの師匠はこの型を行いながら何を見てるかというと、あるものを見てるわけですよ。
師匠は見ているものがある。つまりこの方を表この方って何を表現するかというものを見ているわけ、いつも。まあ精神と言ってもいいよ、それは。スピリッツと言ってもいいけど、脳を使って何を表現するかということをいつも見ているわけ。だからこの人はこの方を一生懸命真似することによって、師匠が見ているものを自分も見ようとしなきゃいけないわけ。ここだけじゃなくて、つまり師匠の見ているもの、つまり師匠の姿勢ありようとかね、ありようとか、その見ているものとか精神性とか、そのまあ身体性とかありようですよ。そのあるこういうもので、うん、こういうものになりたいっていう目標とかそういうことですか。そういうこと、そういうこと。師匠だってずっと進化し続けてんだからね、死ぬまで。肩だけコピーしても、その時の師匠の肩だけ真似してもね、そのまた師匠は進化しちゃうわけです。例えばなんかまあ、うん、まあ例として、うん、師匠がこう待ってる時に、うん、この辺になんかあるような感じでやってたりしたら、うんうんうん、そのなんかあるような、うん、なんかあるものを、うん、弟子も、うん、掴もうとするとか、そういうこと。結果的にそうなんだよね、きっとね。あのそれを師匠は言葉で言うわけじゃないのよ。例えば師匠が弟子に教えるときに、伝統的芸能の世界でさ、こういうふうに動きなさいってこうやるとするじゃない。弟子もそうやるんだけど、それだけ教えるわけではなくて、入門してきたらさ、ね、あの雑巾がけやらせるわけですよ。で1年も2年もやってるわけよ。それ なんで教えてくれないんだって、みんなブーブー言いながらやるわけ。ほんで師匠にそろそろ教えてくださいとか言うわけ、みんな必ず言うわけですよ。いいから黙ってやれって言うわけよ。その時何を教わってるかってことですよ。いいから黙ってやれという姿勢を教わるわけですよ。つまり黙ってやる、黙って言われた通りやる、考えずに。そう、頭使わないです、それは。何も考えずにただ言われた通りやる。そうすると見えてくるものがあるわけ、肩を越えてね。これはね、うまくできてます、伝統芸能世界は。だから劣化してない。もちろん他のいろんな芸能があって劣化しちゃって消えたやつはいっぱいあると思うけど、多分そういう仕組みを持たなかったんだね、それは。能狂言、歌舞伎、落語、そういうものがね、未だに残っているのは多分こういう仕組みがあるからな。